どうも、ベトナム在住のウキスです。 CL50 の方ね、今回で終わらせていきたいと思います。前回ね、キャブレターの取り付けでこのワイヤーがうまくいかなかったんですが、これに関してはね、もともとついてたのが長すぎたんで、ちょっと私が短いの持ってたんでね、これに変えて解決しました。で、今回ね、外にこうやってパワーフィルター出すんですが、一応ペットボトルですけど、雨かかってもね、大丈夫なようにして、まあステップつけたりとかね、いろいろもうこの、ケーブルもつないであるし、やってます。でね、マフラーがなかなかいい感じだったんですが、ちょっと問題がありました。これね、横から見るといいんですが、あの後ろがね、ちょっとここが離れすぎたんですよ。なんでステーを加工してね、もう少し中に、まあ半分ぐらいかな、入れてみたいと思います。できるかどうかわかんないんですけどね。とりあえずステー取り外し、こんな感じでね、削りました。こうかな、あ、こうか。実はね、もう削っては仮合わせして、削っては仮合わせして、いろいろ曲げて、もうこれ以上削るとねやばいんで、これで最後にします。この鉄板ね、薄いんで、なんかすぐ割れそうです。よいしょ、これが限界かな。半分までは来なかったか。まあいけるでしょう。あとはステーを作らなきゃしょうがない。さあ次はね、チェーンをはめていきます。いつも愛用のチェーンカッターです。オッケー、あ、オッケーじゃない、前を閉めな。はい、綺麗ですね。さあ配線をね、つないでいきます。つなぐといってもね、実はもう変換アダプター作って、ジェネレーターレギュレーターレギュジェネレーターか、配線につけておいたんでね、もうつなぐだけです。で、バッテリーですよ。これね、この市販されてる箱に入って中だったんですけど、これ濡れちゃってね、中錆びちゃうんで、本当はゴムとか何か貼ろうかと思ったんですけど、それも水溜まるんでね、このまんま入れて、一応プラスだけね、絶縁用にゴムをつけておきました。これでいいんじゃないかな。とりあえず今ね、適当に繋いでみました。何足か、1、2、え、ちょっと待って、最初がニュートラルじゃないか。4足、ニュートラルが何もない、1足もない、2足は2、3が N、
4は4で合ってると。ってことは、ちょっとここの入れ替えをやってみます。さあこれでいけたやろ。気温ニュートラルで、なんで1がつかないんだ。2はつく。3、4でニュートラル。前抜けてんの。いけてるよ。ってことは下じゃないですか。さて、繋いだ時に抜けたんじゃないのこれ。抜けちゃないけどね、配列が違う。場所がこっちが純正だからこっち動かすか、こうやからこいつをねここに移しちゃ OK でした。いやいやいや、相変わらずだ。もうカメラは動かさない。そこにいてください。はい、着きました。 OK。 やったね。前ブレーキできます。こいつはこの厚さでね、ちょうどいい気がするんですが、とりあえずこれでいきましょう。いきましょうというか、これで反対側、グリスですね。いいですね。バイクの向き入れ替えました。でガソリンポップをオンにして、ただキーをオンにする前に数回カラキックですね。いけんじゃない。こっちもオンだよね。それじゃあエンジンかけてみよう。ニュートラル。とりあえずかかりましたね。あ、電装系確認しないと。もう一回。違う違う。オン。
いや、なんか長いことね、かかってしまいました。もともとね、YouTube ネタに面白そうなんで、ちょっと預かって修理しますよなんて言ってね、まあ2週間ぐらいかかるかななんて思ったんで、3週間ぐらいになるかもなんて言ってね、預かったら結局エンジン開ける羽目になってね、なんだ、まあまあいろいろとありました。ベトナムでね、古いバイクに乗ってる皆さん、こっちの整備ね、いろいろ大変なことになってることがあるんで、まあそういうのが好きな方はね、自分で整備をするか、まあ信頼できるお店をね、頑張って探す、あとは整備してるところをね、ちゃんとチェックすると、そういう形でね、やってもらえればと思います。じゃあこれでね、完成です。それではまた。